今回はレトロ PC で描くマンデルブロ集合です。最初に、マンデルブロ集合について簡単にご説明します。マンデルブロ集合は、非常に美しいフラクタル図形の一つです。フラクタルとは、形がどこを切り取っても同じようなパターンが繰り返される特徴を持った図形のことです。フラクタルは、自然界にも見られます。木の枝、海岸線、山脈等はフラクタル図形になります。マンデルブロ集合は、パターンが無限に複雑で、見るたびに新しい発見があるため、数学やアートの両方で人気です。マンデルブロ集合図を大雑把に説明すると、複素平面上で電化式を使い、複素数の収束や発散を計算して書かれます。もっと大雑把に言うと、高校の数学2で履修する、どこで使うねん?の虚数とかを使った図形です。ここまでのマンデルブロ集合図はネットで見つかるフリー素材でしたが、Windows、PC でアニメーションを作ってみました。これは自作アプリの実行画面です。マウスクリックすると描画が始まります。ご覧の通り、一瞬で描画が完了します。次に、マウスカーソルを中心に拡大するアニメーションに移ります。適当に作ったプログラムなので、ハードウェア性能を活かした最適化はしていません。職人が作ったプログラムではなくても、こんなことはできるスペックと感じていただければ。同じようなパターンが繰り返される特徴はご覧いただけると思います。拡大終了まで、実行環境とソースコードを掲載します。ここからがレトロ PC で書いたマンデルブロ集合です。PC は X68000 です。スペックはこちら。ご覧の通り、とても遅いです。実機の実行速度で最後まで見るのは主要なので、この後早送りにします。ここから10倍速にします。右上のプログレスバーは描画終了で 100% になるようにしているので、時間の目安にしてください。あと少しで描画が終了するので、ここから等速に戻します。描画にかかった時間は10分49秒でした。次に範囲選択して拡大してみます。時間がかかるので完成まですっ飛ばします。この動画を通じて、当時の X68000
8000の限られた性能に挑戦していた懐かしい時代と、今の PC 性能の進化を実感してもらえたら嬉しいです。昔はできなかったことが今は手軽にできるようになり、技術の進歩を感じます。どちらの視点からもコンピュータの歴史を楽しんでいただけたら幸いです。では、SX ウィンドウを終了して今回の動画を終わります。X68K ユーザーにはおなじみのチャイムで、ご視聴いただいた感謝の気持ちをお伝えします。